どうもおはようございます。カステラチャンネル豆腐です。ケンケンです。というわけで今回はエイジオブオーバーロード2023年7月22日発売予定の新弾で、これザーク、オットハイズ、どっちを強化するんどっちだ まあ両方強化されるっていうことで、こちらの方を入れてデッキを組んでみましたので、実際動かしてみてどんな動きするのかな、どんな回り方するのかなっていうのを、お見せできればなと思います。というわけでやっていきましょう。よろしくお願いします。そっちのデッキがデッドデモンズ。あ、なるほどね。原作再現ね。原作再現。あの時ナメプだったんだぜ。あ、でもそっちも強化されてんのか。あ、そうだね。そう。ストラクが出たから、ね。ストラク出たもんね。うん。確かにこれリベンジだ。この前のやつと。で、やっていきましょう。よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。じゃあ、豆腐先行。OK。では、手札から、覇王もの魔術師をペンデラムスケールにセット。で、さらに効果発動。メインフェーズにこのカードを破壊して手札デッキから覇王門の魔術師以外の覇王門ペンディラムモンスター1体を P ゾーンにセットすることができるので、これで破壊してデッキから覇王門カードを手札に加えます。何持っていく？これで覇王門0をペンディラムスケールにセットしていきます。 0?0、 まあ、よく使うやつね。昔からあるやつね。あ、そうなんだ。はい、じゃあさらに、オタイズレボリューションドラゴンの効果発動。500ライフポイントを払ってデッキからドラゴン族のペンディラムモンスターを、サーチしていきます。この効果で持ってくるのが、新規モンスターね。覇王剣竜ライトブルームを、手札に加えます。ドラゴンって言いそうになっちゃって。どんな効果だろう。はい、これもめっちゃ強いよ。新規。っていうかさっきの覇王門の魔術師はまず強いからね。そうなんだ。どう考えても強いからね。確かに別のペンデラムモンスター。ペンデラムに、まずね、自分が破壊して、ペンデラムゾーン、てかエクストラデッキに加わってっていうのがまず強いですから。まあ確かにね。うん。さあ残りライフが7500になったんですけど、手札から覇王剣竜ダークブルーム、ライトじゃない方ね、はい、通常召喚1の効果発動。デッキから覇王門ペンデラモンスター1体を手札に加えることができるのでサーチしていきたいです。わ、ちょっと危ないんで手札か無限包囲を発動します。ああ、なるほどね。効果を無効にしていくのね。 OK です。さてと、じゃあ手札からライトブルームをもう片方のペンデラムスケールにセットします。さあ、これでペンデラム召喚ができるようになったので、ペンデラム召喚宣言します。エクストラデッキから覇王門の魔術師をペンデラム召喚します。また来たか。特殊召喚に成功した覇王門の魔術師の効果発動します。このカードが特殊召喚に成功した場合に、魔法使い族モンスターを除く覇王竜ザークのカード名が記されたカード1枚をデッキから手札に加えることができるので、この効果で、じゃあ、ちょっと昔に出てた、覇王竜の魂を手札に加えていきます。わ、なんか見たことあるぞ。これ、なんか一時期騒がれてたけどね、なかなか使われなかったよね。じゃあ、カード、何かわからないカードを1枚セットしてもらう。オッケー、ケンケンのターン、ドロー。じゃあ、セットカードをオープンして、覇王竜の魂を発動していきます。なんだっけ。ライフポイントを半分払って、召喚状況を無視してザーク出すよって効果です。あー、なるほど。超わかりやすいね。めっちゃわかりやすいね。これでザーク簡単に出てくるからね。まあでも、ただし効果無効ですね。効果無効されるからね。はい、じゃあそのままどうぞ。はい。デフだから、マジックアロー、コールリゾネーターを発動。うん。デッから、クリムゾンリゾネーターを手札に加えるよ。オッケー、落ち着け。じゃあ、その後ですね、それに対して、打ちたいカードあります。何？トラップカードで墓地に行ったので、覇王竜の魂の二つ目の効果発動していきます。二つ目か。覇王竜の魂とザークを除外して、はいはい。手札デッキ、エクストラデッキ、墓地からペンデュラムドラゴン、エクシーズドラゴン、シンクロドラゴン、フュージョンドラゴンのモンスターをそれぞれ1体まで選んで特殊召喚できるので。え？これで、デッキから、オットアイズ、アークペンデュラムドラゴンを出していく。はい、はいはい、で、エクストラデッキから、じゃあ、覇王国竜、オットアイズ、リベリオン、エクシーズドラゴンと、スターベロン、プレデターフュー、ちょい。プレデターフュージョンドラゴンと、クリアウィング、シンクロドラゴンを、特殊召喚していきます。もうこれ見ただけでも勝ち目がない気がする。すごいね。これ壮観だよね。多分もともとはこれがやりたかったんだよなっていう。なるほどね、うん。これが前はね、なかなかできなかったけど、この、覇王門の魔術師のおかげで、簡単に持ってこれるようになったから、覇王竜の魂が。ああ、確かに強いな、これ、うん。これ単純に強いよね。はい、じゃあどうぞ。はい。デフノのクリムゾンリゾネーターの効果発動。うん。自分の場にモンスターが存在しない場合ので、ポッテクラが特殊召喚できる。守備用紙で特殊召喚。じゃあ、それに対して、ドローランドロックバードを発動します。何？お互いにデッキからカードを手札に加えることができなくなります。なるほど。ならば、手札から、フーライオ、ワイルドウィンドの効果発動。うん。自分フィードに1500以下の悪魔通難モンスターがいるとき、手札が特殊召喚ができる。うん、落ち着け。神々だぞ。久々だから。久々だね。そう、ほんと久々だ。
すいません。うん。じゃあ。裏方だったからね。ケンケン君ね。はい。うん。では、レベル4のワイルドウィンドと、レベル2のクリムゾンリトネーターでチューニング。うん。レベル6、レッドライジングドラゴンをシンクロ召喚。オッケー、なるほどね。そして、レッドライジングドラゴンの効果発動。墓地からクリムゾンリトネーターを特殊召喚する。それに対してクリアウィングシンクロドラゴンの効果をして、それ無効にして破壊します。いや、あ、うん、いたからね。じゃあこれがいなくなります。じゃあ破壊したモンスター攻撃力分攻撃力上がるんで、これ5100に一時的になります。やべ。手札からソウルリトネーターを通常召喚。あ、そうか、まだ召喚権残ってたのか。まあ残ってる。うん。さらに手札から防電網の効果発動。おお、なるほどね。手札のカードを1枚墓地に捨てることで、手札から特殊召喚ができる。うん、渋谷で特殊召喚。なるほどね。さらに、ボーデモンの第二の効果発動。お、なんかあんの？手札墓地から、あ、じゃあ、手札、デッキから、チューナーモンスターを墓地にすることで、モンスターのレベルを一つ上げることができる。あ、なるほどね。じゃあ、それに対して、デッキから送るカードなんで、裏が使います。おお、無効になります。マジか。ならば、レベル4のデーモン、ボーデモンとレベル3のソウルディトネーターでチューニング。レベル7、両星竜エンシェントをシンクロ召喚。バトル妖精竜エンシェントでダークルブに攻撃 !2100! OK。じゃあ300ポイントダメージ受けます。残り3450になります。ターンエンドです。OK。じゃあ豆腐のターン。これシャッフルしてなかった。撮影に夢中でシャッフルしてなかった。OK。じゃあドローします。うん。これ何もしなくていいんじゃないかな。じゃあバトルしていきまーす。はいよ。じゃあクリアウィングシンクロドラゴンでアタック。で、レベル5以上のモンスターとバトルするときに、相手のモンスターの攻撃力分、自身の攻撃力上げれるので、3000そのままダダ通りします。マジか。じゃあ残り、500か。OK です。じゃあ、スターブベノムでせっかくだからアタックしていきます。攻撃力3600なので、残り1400。1400。じゃあ、ハオコブリューでアタック3000。これで0。強くねこの出てる時点で。まあそうね。これ並んじゃうとちょっとなんか、絶望感あるよね。そうだね。いやー、シンクロのこいつの効果忘れてたわ。まあ、未だにこれ強いよね。もう出てるから結構経ってるけど、未だにやっぱ出てくると強いよね。ほんとだね、うん。いやいや、もうシンクロこれほんと強いな。強い強い強い。この辺マジで強いね。あともう一個あったよね。もう一個ね、今回出てないけど、ザークとか、あとは、そうですね。この魔法とかトラップとかもあるんですけど、今回はちょっと使え、まあちょっと試合の流れ上使えなかったんですけど、まあここら辺だけでもだいぶどういう周りっていうか、今までより周りがね、良くなってるっていうのがわかるかなと思うので、そちら、まあ参考にしてね、いただければなと思います。デッキレシピとしてはこちらになります。ドーンっていうことでね。まあとりあえず最近増字、昔だったら増字入れて、どんどんドローして、みたいなのが、主流だったと思うけど、最近妨害符で増えちゃって、あれなんで、どっちかというとドローランドロックバードとかで、なんか相手のサーチを止めてた方が強いかなと思って。ああ、確かに、うん。そっちにシフトしてみましたけど、この辺まあ好きに入れ替えてくれればいいかなと思います。で、まだ制限書いて発表されてなかったと思うんで、これ撮影時に。ないんで、ワンチャンダークブルームとか解禁されたらダークブルームの枚数増やしてください。あの、マックスまで積んでください。3枚。詰めるだけ積んで。はい、っていう感じですね。やっぱりなんか、オッドアイズが好きだったりとか、まあ、こういう、なんていうの、各種、まあ、召喚方法をコンプリートしたいなっていう人にはいいデッキかなと思います。というわけで、良ければ、組んでいただければなと思います。というわけで、お相手は豆腐と、ケンケンでした。それでは、下っけばた、よろしければチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。お疲れ様でした。お疲れ様でした。